はね、身だしなみが大事なことで。人は見た目が9割だから。キルガリーですか、あなたは。私、キルガリーなんですよ。あなたはヒゲをキルガリーですね。これカルガリーでしか伝えないくだりなんで。髪の毛切ってんのそれで、うん、なんか変だよ、この人。マスターが二人いる。ほら、ほら。おい、あ、どっちだ。Who are you? Who are you? どっちだ、どっちだ、どっちだ。Who are you? 世界中の皆さん、どっちが僕の本当の僕ですか。世界中の皆さん。今の無茶ぶり対応できるのやべえな。現在朝7時30分でございます。一旦カルガリーからこれからホテルを出て空港に向かいます。1本600円です。最後まで飲み切るぜ。うーん、100円と変わらない味、いつもと一緒。エビアン。これがカナダの生活。600円、たっけえぞ。おいでカナダへ。水が高い国カナダへ。これは大丈夫、大丈夫、ありがとう。見てください、この空、なんて綺麗な空気なんでしょう。住み方やばいね。空気が美味しい、美味しい。これは旅3日目。もう3日目だね。3日目、カルガリーの朝です。見てくださいこの景色、いかがですか。カルガリーに降り立って、このね、空ちょっとわかるかな。でもね、伝わったらいいね、この色合いとさ、ね、映像以上に綺麗だね。今回泊まったのはこちら、ハンプトンインバイヒルトン。いいホテルでしたね。めっちゃ良かったね。安いっすね。あの、うん、3人で2万円ぐらいですよね。うん、で朝食ついて、シャトルバスついて、シャトルバスついて、プールとジャグジーがついて、ジムもあって、うん、でめっちゃ良かったですね。うん、指導者ね、もう元気か。わお、朝8時半のモーニング乾杯。いや、イエーイ。いきなり外はマジでやばい。着きましたけど、ついにイエローナイフに到着です。これから10分ほどでホテル到着します。今マイナス13度です。でも体感はマイナス18度とか20度とか、うん、ただいまですね、イエローナイフ空港からオーロラビレッジに移動しております。ホテルに着きまして、大ちゃんがチェックインしてくれております。ただいまイエローナイフの、ホテル、なんていう名前でしたっけ。ここはノバ。めちゃくちゃ広いんで、ちょっとじゃあ一緒に見ていきましょうか。こんにちは、いらっしゃい。あ、失礼します。どうぞ。この部屋は何なんですか。ミニマリストなんで。はいはい、これドレッシングルームですね。なるほど、はい、洗面所です。すっきりされてますね。はい、ミニマリストなんで。なるほど、はい、トイレもこんな感じで、はい、あ、なるほど。いつもこうやって用意してるんです、お客さん来るときは。ああやって畳んで。なるほど、はい、あ、ちょっと待って、今なんか走って横切ったのが見えたぞ。うわ、最悪、うん、最悪だ。人んちのベッドで。どうぞどうぞ、こちら。失礼します。あ、はい、ちょっと、え、お取り込み中でした。はい、ちょっと昨日の夜から、ね、あ、ほんと、はい、失礼します。愛を育んじゃって、育んじゃって。今日はですね、まあ、このホテルで、まあ、キングベッド2人で寝るか、こっちのソファーで1人で寝るか、決められると。昨日の、いや、リベンジしないと。リベンジなの、本当に後悔するよ。いいよいいよ、ぶっ倒そうぜ。え、ちなみに今日2泊あるじゃないですか、うん、もう2泊とも決定っていうことで よろしいですか。それともそういうことですね。じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ。おお、そういうこと。もう一歩リード。で、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。しゃあ、また昨日と同じに行きますよ。じゃんけんぽい、あっち向いてほい、じゃんけんぽい、あいこでしょ。あっち向いて。一撃。しかもさ、上向いて負けるときってさ、すげえ絵面がさ、アホ、一番アホな負け方だよね、上って。まだ負けじゃないからね。あ、まだね、まだ一勝だからさ。じゃんけんぽい、あっち向いてほい、じゃんけんぽい、あっち向いてほい。よーしゃー。行くよ、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、じゃんけんぽい、
あっち向いてほい、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、じゃんけんぽい、あいい声でしょ、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、あっち向いてほい、じゃんけんぽい、あいい声でしょ、あいい声でしょ、あっち向いてほい。超超弱い、超超弱い。たまんね。あ、最高。じゃんけんぽい、あいこでしょ。あっち向いてほい。俺こっちで一人で。いや、そういうこと言うよね。そういうこと言うよね。マッサン、こっち。こっちがいいの。うん、じゃあ俺もこっち。よし、じゃんけんの試合がある。これ、まあ、続きがある。いくよ。じゃんけんぽい、あいこでしょ。あっち向いてほい。じゃんけんぽい、あいこでしょ。あっち向いてほい。じゃんけんぽい、あいこでしょ。あっち向いてほい。じゃんけんぽい、あいこでしょ。おちょこちょこって何。じゃんけんぽい、あっち向いてほい。よっしゃー。一生いっぱいなの。あ、じゃあもう次で決めましょうか。次で決めましょう。じゃんけんぽい、あっち向いてほい。じゃんけんぽい、あっち向いてほい。ここに向かうバスの中でさ、うん、やるみたいな。俺もう今、あっち向いてほうに関してはもうエフィカシーがすごいよ。それがオーロラ鑑賞用のブーツですか。そうです。履き心地とかは悪くないですね。悪くないです。悪くない。あ、フェイスマスク、いいですね。うん、これは間違いないです。へい、えい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 、イエローナイフの街に繰り出します。かとかさ、謎の自動ドアですね。6ドル。何なんですか。エナジードリンクのサイズ。あんまりでっかすぎる建物がなくてさ、話があるんだろう。乾杯。乾杯。すげー。うん、美味しい。ダルマリーだ。さあ、では間もなくですね。間もなくですね。いよいよっすね。来ましたよ。ついにこの時。ついに。まずね、この旅の大きな目的の一つであるオーロラ。どうなんでしょうね。奇跡起きねえかな、マジで。ね。うん。ね、なんか特大のは最近まだないらしいですからね。こんなの見れませんよっつって興奮してるちょっとスタッフを見たいよ ね, ね。こんなの何年ぶりだろ。かんなの見たことがない。体感温度どうですか。楽勝っすね。体感温度今沖縄って感じ。うん、ここの体感温度はね、うん、ロシア。いや、ついに今日見れるかな。それだけが心配がない、心配がない、確定です。見えるわ。これさ、左側にさ、流れてるのが全部そうだわ。見てる。うわー、えぐ。チロちゃん、どうすか。今大変、うん、セッティングがあまりこう言葉に出したらやばいと思うから。本当に左側すごいよ、色。深い色入ってる。龍みたい。やっぱやばいよね。やばいよ、ほら、はい、うーん、いや、あ、いいね。うわー、やば、見て虹みたいになってる。すげえすげえ。
いやバッチリ見えてます。バッチリ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。イエローナイフに到着して、皆さんご覧の通りオーロラを鑑賞中でございます。思ったよりも早く見えましたね。そうだね、ね、結構見れるもんだね。なんかイエローナイフの天気がかなりいいらしいから、うん、最近、うん、ね、うん、この後もまた雲が晴れるからさらに大きいのが見えるかもしれないし、ほら消えたりねついたりするんで、思ってる動き早いよねオーロラ。そうね、太陽の光がね関係してんだよね、うん、太陽爆発すごいじゃない。綺麗に見えますか皆さん。皆さんでもね、これ肉眼だとねここまで色は実はあんま出てないんですよ。そう、騙されないでください皆さん。騙されないでください。一眼レフを持って必ず行きましょう。はい。そう、レンズ通さないとこの色分かんないんで、はい、こんな最果てまで来てみていかがですか。オーロラをついに鑑賞しましたけど、正直言っていい？うん、オーロラはちょっと俺ね、うん、肉眼目悪いのもあって、うん、あんまなんだけど、うん、この寒い環境に来たのがちょっとテンション上がったわ。うんうんうん、これこれいいよね。これがいいね。このテントのもそうだしさ、うん、この空間っていうのがやっぱマイナス30度の体感って、確かに、うん、それだけで価値あるよねなんかね、うん、みんなテントに帰り温まり、スタッフがオーロラが見えたよってなったら一斉に出てくるという流れでございます。もう僕は見たら泣いちゃうかなってちょっと思ってたんですよ。心のどっかで、うんうん、で、まあ、結論泣かなかったんですよね、うんうん、ただなんか僕心の中で、ずっと見たいな見れたらなみたいなところなんかちょっとあって、うん、高校生の時に電車通学でね、うん、駅の横にその旅行会社のパンフレットがあってさ、うんうん、でそれのオーロラのやつをなんか10枚ぐらい撮って、うん、電車の中で見ながら高校に行くっていうのがやってたんですよ、うんうん、いつか行けたらなっていうのをねちょっと思い出して、うん、でまあ見て見てね、うん、まあなんか泣くかなと思って泣かなかったんだけど、ただそれをなんか叶えられたっていうのが一つ自分の中でめちゃくちゃ良かったなって。素晴らしい。なんか心のどっかに、そうそう、残ってたいつかやれたらなが叶ったっていう事実がね。いつかやれたらは今やりましょう、うんね、さっさと叶えちゃおう。やると決めたらできますから全て。でそれがなんかやってみて思ったよりどうだったとかって、まあ、結果でしかないからさ、うん、でも、ね、このマイナス30度の世界に来て、うん、カナダのねもう北極圏間際まで来て、うん、そうやってやってみないとね体感できないから、うん、次はどこ行きます？次どこ行きましょうね。エジプト？エジプトですか。どこ行きますか次は。南極、南極探検。あーなるほどね、そっち系ね。いかついいかつい。え待って、あれ違うの？え？これそうだったらやばいですよね、うん、抜けたら出てくる。はい、雲です。めちゃめちゃ雲です。しっかり雲でした。そうやってる。お、動いてる動いてる。めっちゃ出てきた。どうでした、オーロラ。よかった。小一の感想、チョチロ君に聞いてみろ。どうでした、オーロラ。すごい良かった。ゲームでしょ。